じゃあちょっと、趣を変えてね。テレビの話つながりで、プロ野球人気低迷とかっていうやん。結構、プロ野球好きな人って多くない？どれぐらいの世代に？いやいや、俺らぐらいの。前後10歳とか、例えば40から20、20がわかんない、40から25ぐらいでもさ、全然いい日ことない？でも周りのおる？見へん職場とかに全然いっぱいいるで。でも俺も見えへんし、バーも見えへん、バーも見えへんよ。あんまし、でも、その野球好きな人はあんましかな。まあでも、どうやろうな。でも、イチローの安打数を日々気にする生活ね、俺は。え？イチローの安打数のことが気になり始めたな、今。でも喋れるかな。ちょっと一応アンダー数がめっちゃ気になり始めたな。あかんぞ、ラジオの放送中のね。やめとけ俺今やめとけ俺。あかん、あでもあかんあかんと思って余計気になる。あかんよ、ラジオなんやから。そのこと一旦忘れろ俺。一応アンダー数ラジオリスナーのことを考えろよ俺。あかん、やっぱしでもあかんと、もう気になり始めた。一回気になり始めたらもうこれはちょっと一応のアンダー数のことが気になり始めて、わーめっちゃ気になる。でも気になってることは隠して喋ることはできるはずよ俺。どんだけ喋ってきたと思ってね。こんなことじゃリスナーがショック受ける。そんな人の放送を今まで9回聞いてきたのかって思わせたくない。あでもやっぱ気になる。あでもいける。頑張れ。みんな聞いてくれてるやつだよ、新人が。いや、そう、イチロー。やっぱ気になる。一応なんだこれあれよな。ほんまの、東京 FM キーステーションにしてたら絶対できひんよな。苦情気まぐりすぐレギュラー降板。いやでもイチローの安打数気になったです全然。だから俺そもそも野球っていうかスポーツに興味ないし、イチロー嫌いやし。でもこんだけ俺はふざけてたけど今、けどふざけながらもイチローの安打数が気になってるアメヤンと、イチローが嫌いやしって言ったケンタやったら、ケンタの方がイメージ悪いと思うで、やっぱ日本人では今、ごめんやけど、やっぱし。だって俺、ああ、ちょっと気になってた。でも、やっぱり俺、リスナーのこと考えろ。イチローよりリスナーの方が大事やろ。いや、ちょっとイチローの安打数の方が大事かもしれない。あ、そんなこと口にはできへん。じゃあ、イチローが嫌いというか、イチローが嫌いって言うとちょっと語弊があんねんけど、まあ、なんか、あれでもよく言われるやん。イチローの悪口。何そのざっくりとした攻め返しかさ。それは俺のキャラも立てへんわ。もっと切れ、ちゃんと切って切るなら、やりにくいわ。ちょっと動揺してる。コンシャスラジオ。はっきり言うか、だからイチローはプレー、野球選手としてのイチローはかっこいい。そうそう、メディアに出た時は気持ち悪い。それはもう間違いない、確かに。そこのなんかな、いやなんか全体、野球好きやったらさ、このさっきの7、9回目か、のと一緒やけどさ、野球が好きやったら、このイチロー、野球人としてのイチローと、ただのその鈴木やったっけ、鈴木イチロー。鈴木ベストの名前。今更そこ今さらそれ。いや、鈴木一郎やで。の、二人がおるやん。まあ、ほんま三つおると思うねん。野球人としての一郎と、鈴木一郎と、その、なんていうかな、作り出された一郎。東京に出てる時の、そのパブリックな、イメージもしょった、その野球人以外の一郎とおるやん。俺多分真ん中が、やっぱなんか、嫌やん。まあ、こっちは分からへんもんね。そう。一郎は俺らには。で、別に野球ですごいんやと思うねん。その大リーグ行ってめっちゃ打ってるとか、言うたらこう、その世界で、なんかすごい結果出してるから、そこはもうみんなすごいやん。どんなジャンルであっても。思いますよね。だから、やねんけど、そこに価値が置かれへんとなったらさ、価値が置かれへんというか、凄さが、なんていうの、こう、リアルに分からへんし、分かろうともしてないとすると、俺にとってのイチローって、その、パブリックのマスに出てる時のイチローだけやんか。ダサいしさ。ダサいな。格好も。なんか、いろいろちょっと問題あるやんか。野球選手のイチローにはいろいろ問題があるということを辻健太が言ったんやな。オッケーオッケー、はい、行こう。
じゃあ、ほんで、じゃあ、野球、俺な、じゃあもう野球だけやってたらええやんってめっちゃ思うんよ。うん、で、なんやろ、なんかこう、あの人も多分天然、だいぶ天然入ってるな。うん。いや、どこまでがほんまか分からへんけどね。うん。なんか、なんかな、こう、痛々しいとこがあるやん。まあ、あるね。俺な、それが、それで、ちょっと俺は盲目的になってしまってるから、うん、冷静な判断ができひんがゆえに、うん、スポーツに関しては本当にニュートラルである健太に聞きたいんやけども、まあ、痛々しいやんか、結構。うんうんうん、あとは、中田とかも結構痛々しかったりするやんか。成田から降りてきた時のファッションとかも、まあ、ちょっと痛々しい。カズってどうなん？カズか。まあ、まず俺、中田はそんな痛々しいと思ってへんけど、ちょっと度が過ぎる時がたまにあるけど、カズはどうやろうな。まあでも、カズダンスとかしてんのとかでやっぱ痛いのね。いや、まあカズダンスは別にサッカー中のパフォーマンスやから、別にそれをどうこうは思ったりもしひんし、うん、何やろうな、なんか古いよね。あ、なるほど。サッカー界のファッションから、ファッションでもキングと言われているカズを古いルーフやっていう風に辻健太が言った。はい、ごめん。なんていうか、古いというか、じゃあの人ってな、多分結構、一応、なんだかんだ言いつつ、うん、バブルの時代を楽しめた人やと思う、ね。間違いないでしょ。うん。で、だから、なんかバブル期にめっちゃテンション、めっちゃええとこに行った人が持つ、なんかその、そう、特有の古さを感じる。うん、ああ、そう。で、あと、武田とか。武田はわかるわ。めっちゃ武田はわかるけどね。うん、あれと、なんか一緒の感じがあって。で、俺、多分俺そういう風に見えてしまうのが、なんていうかな、サッカー選手としての生き方みたいな部分って、うん、俺実はよく知らんねん。うん、なんか辞めないで、え？辞めないよ。辞めないよ。うん、やめないよ。本出したやん、本出した。あんなのかも当然読んでないし、あの人がどれだけ日頃、なんていうかな、ストイックに暮らして、サッカーを続けてんのかとかがよくわからんから、多分、そこをちゃんと知れば、あの人いくつか知らんけど、うん、まあもうだって、45はね、めっちゃ昔からおるやん。めっちゃ昔からおる。多分、世界の一流のサッカー選手で、世界で一番現役でもう年なんちゃう？でそんな中、うん、そんな、なんていうの、都市で、うん、サッカーみたいな激しいスポーツをやり続けてるっていうことだけで、うん、なんかもういろんな、なんかこう、なんていうかな、ダメな部分を、うん、じゃあ数がダメって言ってるわけじゃないんだけど、うん、覆い尽くせるだけの、うん、なんていうか、称賛されるに値することがあるやん。うん、やねんけど、うん、古い。なんか、かっこいいと思ってるもんが前時代的。